出川とザキヤマが乳首相撲で勝負してるのを見て、こんなもんやっている時点で負けですからねと言った。松本人志は浜田のへを嗅いだ時、自分の鼻にうんこがついていると思った。シャンプーしてる時に感じる視線は何か問われ、リンスと答えた。